アラン・バンキャールは、フランスの現代音楽の作曲家。フランス・パリ音楽院で学ぶ。音楽院では、ダリウス・ミヨーに支持した。弟子に、ブリス・ポ・ゼがいる。2019年に亡くなった妻・マリクレール・バンキャールは、作家。題名は、ソナタや公共曲や、弦楽史重奏など、伝統的なものにこだわっているが、書式は、微分法を、かなりの割合で含む、精妙なもので、 時には16分の1音まで操作が及ぶことがある。日本人の弟子はジェラール・グリゼより少なく、作品の演奏が日本でほとんどないためアジア圏ではほとんど知られて、いないに等しいが、モードレコーズが迷宮の書の2枚の CD を発売した頃から認知されるようになった。とはいえ、大規模作品はこれ以外にも、豊富にあり、80歳を超えてもクオリティの高い、大規模作品を 次々と発表するなど、創作意欲に衰えは一切見られない。ユンイザンやアランペッタションのような息の長い持続を、好み、数分以上も一息が続くことがある。パラレルに線をどこまでも積み重ねるため、大砲は単純でも垂直合音はかなり複雑である。作品は、アンリル・モワンヌ社、ジョベール社から出版されている。 2020年現在も精力的に作曲活動に嘘しむ。ありがとうございます。